TNG ラジオの90第190何回目うせえ。96回目でした。96回目もうそんなやってたっけ。なんかさ、やってくたびにさ、あのこういうリアクションをさナチュラルに撮ってる気がするんだけどさ、もうそんな言ったんだ。そうなんだ。あ、96回目だね。記念すべき100回目の第2回のピークに絡み、うわうちらね、あの100回目どうするかっていう相談をしてるから。てかもう編集がだるくなる、クッキークリからじゃん。あれゴミなんだよ。4月の24日には100回目を迎えますね。おー、ということで3月最後の TNG ラジオです。どうもリプテンです。はい、どうもミキです。じいさんです。デグです。元気だね。なんか今日うるせえ。みんなでご飯食べたからね、美味しかったしね。さあ、ということで TNG ラジオ96回目、なんか終われてそうなやつだね、それはね。 TNG ラジオ24俺たちだけ終われる。さあ、前回はね、アイコスを買ってミキ大満足。いやー、良きですよ。良きでした。もう私嬉しくてもう、はい、ですからね。まあ誕生日も無事に迎えて、次はぬるさん。次ぬるさんだね。じいさんの時何も言ってないよね。そうなんだよ。何が欲しい？え、俺もう過ぎた。だって過ぎちゃったんだよね。アントロ君買ってないじゃない。何かしらはしたいよね。じゃあみんなで家焼きかどっか焼肉行こう。家をくれる。家を焼く。こちら焼いたものになります。じわ。ということで今回コメント返しをしていきましょう。Welcome。さあ最近ねコメント来たらね、あの俺も直接返すことにしてる。ああ、なるほど。ちゃんと直接返すことも加えてやっております。ちょっと待ってね。うん。ネルさん音下げれる。確かによく考えてみたら思いっきり音鳴ってたの全然気づかなかった。俺偉くない？うん。ビンタだ。なんでね。なんでだろう。しばくぞ。じゃあということでやっていきましょう。さあコメント返し。はい。じゃあ。いきます。ね。191回目。ピエソですね。あれですよ、あの。気分転換第2弾バージョン2が始まった時のやつ。なるほど。編集めちゃめちゃ良くて面白かったです。最高音度は父が2年かけてロストしましたね。遠いね。辛く泣いちゃうよそんなの。俺2年だよあんた。2年ですよ。2年かけてやっと出したんだよ。泣いちゃうぜ。俺だったら泣いちゃうね。うん、だって俺今の段階でもさはぁと思いながらやってんだよ。今の段階でも泣いちゃうでしょ。泣いちゃう。これが投稿される前、今段階のレベルを言うと167まで行ってるね。いやだいぶ行ったよ君は。167レベルまで行って、うん、未だにです、うんうん、ちょっと切羽詰まってますが、あとね、本当なんであんなに出ないんでしょうね。誕生ミラってコメントも来た。本当にあそこまで本当に出ないもんなんだねって俺は思うよ、うん、すごいもん出なさが。俺出たらもしかしたら当分やれなくなるだろうね。いやいいよ。1年間ぐらいゆっくりした方がいいと思うよ俺は。リアルで言って多分ね2ヶ月やらない可能性ある。鬱になるぜ。うん、もういいってなる。あそこまで出ないんだったらいいよ、うん、諦めるよってなるもんだって俺やだもん。まさかな、あんなにむずいと思わなかったな。うん、まあということでね、今後とも頑張ってやってきますよ。頑張ってくれたまえ少年。はい、そして次、テールズオブシンフォニア。はい、コメント来てます。あら、リプさんの開口一番にかっこ笑と。あー、コレットの真似。コレットの真似。なんでこんなに暗いあれも見た瞬間でもうなんだこいつって俺自分思ったもの見て久々に食い気味に喋ったからね俺も。あの時やっぱね、これくらいボケてくれる人が相方にいるとね、こっちもツッコミがいがあるね。ふざけたくてしょうがなかったの時。まあシャドウ戦はね、シャドウ本体が強いっていうよりかはどっちかって言ったら神殿が果てしなくだるいっていう。闇の神殿ね、あいつら詰まるからね。そうなのよ、あの子たち言うこと聞かないからさ、あのポチとタマとさ、ね、まあフルカットなんですけど。うん、本当だよ俺の苦労が全部フルカットだよ。ちょっとだけ最後の未公開に乗ってるぐらい。うん、あのね、見ててこれ疲れるなと思ってバンって来た。行くよポチタマジョンジョンって言いながらやってたから。闇の神殿の連れとかってそこなんでしょ。
辛い。だってボス自体はそんなに大変じゃなかったじゃない。だってもう2人で囲って殴れば勝ちだもん、うん、やっぱあれだね、複数の戦いじゃない分楽だもん。楽よ。シルフがちょっとめんどくさかったのもあるけどね、やっぱり ね、 そうね、3体いるっていうのはね。まあということでシンフォニアもねいい感じに進んでいまして、まあだいぶもう後半に差し掛かっておりますね。そう今ね、3月の27か、投稿がね、うん、確かね3月27の投稿なんですが、テイルズの方は5月じゃないわ、4月までは終わってて、うん、5月取れてない。ほうほうほう。5月はねあとテイルズ取ればあの投稿はあとラジオだけになるんですよ。だから取りましょう明日。そう今ということでテイルズも今後ともやってきますんでね。そうよ、まあ、シンフォニアが終わったら今後本当にベスペリアやるかもどうかも定かじゃないけど、まあやれるんだったらやりたいってのはちょっとあるね、うん、やっぱあの作品もやっぱ名作としての高いからね、うん、まあクリアはまだしたことないんですけど、ね、なんで今ね科目空いてるのよ、うん、いやその科目をどう埋めようかなっていう考えもあるんだけどね、まあ、生放送するのが一番いいんだけど、まあちょっと考えつつ、まあその予備は俺がいないから生放送ができないからね、ちょっとね、逆にね、うん、タコさん科目やってもらってあなたが土日やるっていうのもありかなと思ったけど、この負担どんどん広くなるなと思ってね、長続かも定かじゃないし、あなたの負担が相当今強いからね、だからその分っていうね、まあってことでございました。あとはね PSO の動画のコメントでございます。風見の子での集会のコメントが、一緒にできる仲間がいてうらやましい限りですというコメントが来ました。まあね、モットーはテレビの目の前全員集まり一緒にプレイだからね。そうですよ、やっぱね、ああいうゲームこそみんなで一つの画面に来るとかさ、一つの部屋でやるっていうのがやっぱ一つの醍醐味かなって私は思いますね。面白いよね、本当あれが俺らは好きだからね。そうそうそう、まあハゴさんと俺はねもともとよく一緒にやってたってのもあるからあれだけど、ね、今回の PSO に関しては2人を巻き込んでやってみたら、まあ思いのほかやってくれて頑張ってるよ私これでも、頑張ってるの。やらないよね普段ね、ただね風見の小手はね辛いよ。俺だって当時ずっとだってダガー使ってたもん、うん、いやダガーしよう、いや銃使ったらハンザじゃねえしょって言ってたらね、正直さネルさんが2周で出しちゃったからさ、うん、2人はもうなんか薄くなっちゃったよ。俺超必死に頑張ってたよねオフって終わってたもん、ね、隣めっちゃ早いよねって思ったもん、まあということで風見の小手の紹介でもう4つコメント返しいきますよ、いっちゃいましょう。192回目のやつです。これはですねハードの宇宙船と中央管理区とプラントを2人で行ったやつ、おプラント船で地獄みたいですね、あ大変だったやつ、つらい、はい、ということで一気にてかエピソード2さ全部つらくない、つらい、なんだっけ様、なんだっけよ。さあということでコメントが、なんつった今これ一つ宇宙船とオルガフロー第一形態の BGM は一生聴いてられるわわらと。おということで次は今のこのご時世、体にお気をつけてと言いたいところですが、すごい楽しんでるのでたくさん更新してくださいってコメント、はい、で次ガルグリフォンの最初の体当たりはスタート位置から一歩も動かなければ当たりません、かっこ気分転換の時ネルさんが地味にやってました、ゴールドラゴンの最初のブレスもスタート位置から後ろに下がれば当たらないです。でメモ化がメモ化がぶっ壊れてデータが壊れて以来やっていないから見てるとめちゃくちゃやりたくなってくる、メモ化なんか売ってますかねっていうコメントが出ました。メモ化さ、うん、なんかアマゾンで普通に売ってるし、ブックオフ行けばたまに落ちるよね、たまに売ってる、ってる、うん、うん、よくやるわ、放送事故だよ収録事故だよだ正解だからあのまあ、アマゾンだね、アマゾンが一番いいよ、ゾンアマ、ゾンアマ、ゾンアマで買えばいい、密林にさ、うん、お願いしてさ、うん、ちょっとやってもらって、で次ガルグリフォンの体当たりはそういえばネルさんやってたね、一本も俺動かないぞスンってやって3人だけバンってやっておっ立てたよやってたやってた。でゴールドラゴンの最初のブレスもさ、あ初期値にいても食らわないんだよね、あの来るの分かってなぜか突っ込んじゃうんだよね俺いつも、お前ハンターだから、我々ハンター族はあの前に出ないと役目ができないから、そう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 、ヘイト取れないから、あとこのご時世です、まあコロナうるせえ世界でございますが、我々には関係ない、太陽のこと、俺も我々は太陽のことだと思う熱い熱い太陽のこと、ねね、あのコロナにかかったらね、あのね
黒点に入れば温度低いから鮮度鮮度死んじゃう結局死ぬんだよ、まあ、つってもねコロナっつったってね免疫力がねまあない人はかかったら亡くなりやすいかもしれないけど、まあ、結構重症化しやすいってだけで、ね、インフルみたいなもんだよ。だ普通にだってあの風邪と同じレベルだったって人もよくいたらしいから、熱が出てちょっと休んだら治ったっていうぐらいですからね。そうそうそう、あと肺炎だからね。うん、インフルでも人は死ぬからね。そうだから、あ、インフルと大丈夫学校行こうぜ。さあということで、はい、まあ、これからもどんどん たくさん更新していきましょうね。頑張っていきますよ。今は2週間に一遍っていうちょっとね、てあのちょやっぱやってることが同じになっちゃってるから、そう、ね、こうするしかないっていう PSO に、PSO に関してはだから PSO はね、やった純粋にねネタがない、ネタがない、ネタがないからこそ今あのレアが放置してるけども、進展がないっていうさ、あまりにも出ないからね。もうねこれに関しては我々どうしようもできません。でも出してかないとっていう、そろそろね、なんか一個でかい山を作ろうっていうことでやってます。ちょっと自分たちにね厳しめに頑張ってもらって、あともう一個最後のコメント的にはやっぱ BGM、 BGM、 BGM ね、 BGM いいの多いからね。なんか自分がやっててこの BGM はなんか忘れられないなっていうのある。俺ねいつも PSO 一人でやってるときさ、音ほぼなくしてるもんだからさ、音が聞こえないんだよ。思い出して俺何かな、いや森は最近聞きすぎてマジで普通にあのゲームやってないのに森の BGM がねたまに聞こえてくる生活音、生活音で、あのめっちゃ熱い曲好き、あーセントラルドームです、あそれそれそれ、クエスト限定のやつ、バーニングレンジャーでしょ。そうそうそうあれねセガのスタッフの人が歌ってるの、あれ普通にね歌うまいんだよね。そうそう、バーニングレンジャーあの PSO の PSO2 の方かな、なんかあのイベントで歌ってた、あれね、うまかったんだよ曲、あの人うまいなこの人は思って、考えなく星空に願いを込めて、あれがだって言えばそのフライハースあれいいな、あの曲はもうリズム感と、ああいう感じのリズム好きなんだよね。いい曲だよね、うん、いい曲、素晴らしい。まあということでね、一番その曲がねごめん俺の中で印象にねズバ抜けて残ってるんですよ。まあ PSO じゃないんですけど、 PSO 関係ないけど PSO2 で We Are Out って曲好きだった。2いっちゃったね、うん、違うなあれは。だって2に関してはだってもう曲出しまくっちゃってるじゃない。あれだって音ゲー出てるからね、うん、あとほらキャラクターソングが多いじゃん。そうやキャラソングが、まあ期待入りだから、期待入り先生期待入りだから、まあそれは売れるしさ、本人うまいしさ、前々にもだって楽曲提供されちゃってるしさ、3曲ぐらいあったかな。PSO のステージの曲か、バーニングレンジャーがステージの曲と言っていいのか分からない。ああ、ガルグヒョン確かにいいよね。一時期だって PSO2 の方であれだもん、俺マイルームのそれにしてた。できるんだマイルームなのに戦闘なんだ。なぜかしないけど PSO2 に参戦し始めたかな、ガルグヒョンの時出たと思った。だからしかし悲しいことで自分の攻撃増水が弱点、いやもう事故じゃん、悲しすぎる。あのね神殿のね、ソロの時の BGM の始まり方が怖いんだよ。ほらどのステージもそうなんだけど、マルチとソロの時 BGM が違うのよ。あ、そうなの。入り方が、あ、曲は一緒なんだけど入り方が違うっていうかね、 A パート B パートで、そう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 、なるほどね。それでね印象には残るね、あの神殿じゃないわ、あの坑道と遺跡は特に、うん、遺跡、あ、担当俺も聞いてねえからな、本当に今度はちゃんと聞いてみますわ、うん、まあということでね、はい、あの BGM、 あの結構オプションの方からサウンドテストで BGM 集が全部バーッと並んでるんで、 BGM、 あ、そっか、そうそう、ぜひ皆さん聞いてみてください。まあ、特にいいのはね、あのエピソード1と2もそうなんだけど、エンディングの曲がいい。あー、エンディングが聞く、エンディングの曲はすごくいい。あの静かに曲になった瞬間にこうどんどんテンポ良くなってくるような、上がってくるじゃんね、あれは好きよ。まあということでございまして、コメントの方ありがとうございました。また随時募集してますよ、よろしくお願いします。送ってきてくれよな、はい、さあということで、はい、コメントの方終了しましてですね、はい、チャンネル登録の方が1800人超えて、超えました、超えましたよ、やりまっす、やりましたね。いや、このペースだったら今年中に1900下手したらいけんじゃないのよ。いけるかな、頑張りたいね。とりあえず、とりあえず何をやっていくかだよ。
そうね、多分テイルズは今年のうまくいけば夏終わりぐらいには終わるから、シンフォニア自体が止めずにやっていけば、うん、ってことですかね。うん、もう最高ブレイクはあれに関してはもうどっか気の気ままにやるぐらいだよ、あの5時間。今度ネルさんにあのトロフィーコンプのためにね、ネルさんにあの5時間未満にクリアするっていうあれがあったから、トロフィーが縛りすぎる、そうそう、ちょっとやりなさいよっつって。でもあの別に今困ってないのよ、それぐらいでしょ。そうそうそう、それは何、悪も5時間、それともあの一番下でも5時間。一番下で5時間だね。あ、じゃあいけんじゃない。大丈夫大丈夫、君ら君たちだ。でも殴ってる一発だからさ、結局殴ればそうそうそう、ワンポンまで。さあということでね、1800人も行きまして、記念の動画作る1800で前みたいに。あ、最近、いや正直記念全然撮ってないじゃん。だからなんか一個記念動画、だからいわゆるその一つの動画に対してもう1時間以上撮ってもいいし、うん、前俺ミキとやったじゃん、あのなんだっけ、呪音。あ、やってたね。呪音やったじゃない、あれみたいに一つの動画をクリアするまでやっとって、まあ一つの作品をね。そうそうそう、まあ、Wii とかそこら辺だったらまあ短、まあ、そこそこ短くできるから、うん、まあそれもありだな。今日トンカイなんかおじいさんもいるし、まあ、コンテンツじゃなくてもいいんだけど、実際。そしたらホームカミングやる、ホームカミングサイレントヒル、ウィスポズリードと、まあ、ウィスポズリードと、まあ、ありだよね。でもあの どこで切るあ、あれアーチャリーとかバスケットボール、バスケボクシングはあるの、あれ、あるあるある、チャンバラ、チャンバラもあるの。俺、あ、俺腰持ってかねんだよな。いや、別に振ってればいい。ネリさんとあれまだ編集してないんだけどさ、ボクシングやったのよ2人で。うん、いいじゃん。で、テイルズの時俺腰やってたじゃない、うん、あれが原因で腰持ってかれてた。マジか。俺2週間ぐらい動けなかった。ずっといていて言っててさ、はーって言いながら、で実況終わった後にも、はーはーって言いながらね、はーずっとなんかね、うなだれてた。あの、小西してないってさ、あの最後面白かったね。つかーイエーイ。俺あれ動画にしよう、動画にしてないからな。あれリプレイ見て2人ともあーってなってきた。綺麗に入ってるわって思って。あれどこやったかな、ダウンしてる数に関しては俺の方が多かった。気が向いたらで入れたっけ、気が向いたらだなったっけ、気が向いたあったちょっと音消すわ。とね、物を確認しなさい。あのね、これで撮影したからね、動画飛んじゃっててね、ほんと全部やったんだよ、映像がね。なんか知らんけどボクシングが一回も止まらなかったの。もう二人でボクシングでこうめっちゃ傾けて、ね、最後の最後はね、あの待ってね、まあ、結構いい戦いで俺勝てるかなと思ったんだけどさ、バコーンって立てなくなって、リプレイがもうね本当に綺麗に入ってんだよ。アゴなんだよ、アゴ。自分の手で相手の手が見えてなかったやつかな。避けたでしょ、避けたのよ。よし、来た。ここまではいい、いける。届かない。あああ、いいリプレイですね、これは。これはね、動画にしましょうかね。そうですね、あの聞いてる人分かんないから、うん、これ動画にしますんでね。で、後ろでね、いける。俺まだやるから。そうそう、これボクシング面白かったんだよな、だいぶ。最初俺頑張って勝てたんだよね。ネルさんの渾身の一撃で一発で死んだの。スカーン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 。でしょ。俺ね、あの前やってた時は腰でやられた気がする。腰コンってヘルニアじゃねえかな。スカーンスカーン。これじゃあ1800人何するか、ちょっといいかな。動画どうしようか。記念でしょ。記念になるようなことある。あのカレーも食う。みんなで。なるみでさ。食べるね。みたいなことになってる。チュッポ。とりあえずあの順番に出待ちになるより。どん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 。生放送始めます、ね。ボト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 。最悪だよ。1800人。なんかいいのあるか。まずいじリクエストしとく。いや俺。Xbox でホームカミングをさ、うん、一応なんかあのボスラッシュだっていうのが決めてたじゃない。やラッシュだラッシュだって決めてたら実績全部解除しちゃったのよ。やっちゃったね。あのエンディングもなんか8個ぐらいあんだけど全部見て、コスチュームも全部ゲットしてね。うん、それをやってるのがいいかなと思うんだよな。
道中俺スムーズに終わらせるからボス戦だけあなたたちにやらせる。辛いわ。ボス戦第2決じゃない2回目のねボスが超むずいのよ。スカーレットっていう敵がいるんだけど、人形のねやつで、あまりにも怖いホラーゲーム、ね、個人的にやっぱ一番ホラーゲームでこれもラウダかな。ああもうサイコブレイクね。ホラーゲームで怖かったのとホラーゲームやらないか。ノーマルの悪夢のラウラ見てからノーマルのラウラ見たからさ、そんな怖くないってなったけど、悪夢のラウラ怖すぎない、あれ本当に。その後にサイコブレイク2でさ、ラウラがさ出現するって聞いた瞬間に俺やめたもん一回俺1年間ぐらい置いたもん。じゃあもう この先進めない怖いっつって、そっとじそうでこの前そう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 つけといて壺から出したよバッつって、それでやってみたら思いのほか弱かった。勝てた弱思いながらやってね。いやでもセブンブツね、あの公式がねチート出してくれてるからね。あ、そうなの。トロフィーコンプ簡単なのよ。お一撃、うん、無限スタミナ、うん、で、はい、体力無限、あ、まあ、無敵状態、あの状態でトロフィーコンプができるっていう。だからね超楽。ありがたいね。ありがたいな。それ俺は何もなしで悪夢やらせようとするんだってこいつ。もちろんさ無限スタミナだけやめるよいらねえ。じゃあ FPS だけ一番難しいよ。あのゲーム FPS モードができた。あ、そうなの。そうきつくない。きつい、きつい。 TPS を無理やり FPS にしてる感じ。絶対見づらいじゃん、うん、だからクソみたいな全然面白くない。対応できてるんだったらまだしも対応できてないやつよ。あんまねいいもんじゃなかった。そりゃそうじゃん。うぅ、セバスチャン視点のご説明してください。とね、よくない。何かな、挑戦ものにする。何挑戦ものか、みんなでワイワイするか。ワイワイでいいんじゃない。みんなでワイワイ。ワイ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 。じゃあそしたらやっぱワイワイリゾートになるよ。リゾートで、あの上から順番に全部やみんなで挑戦してって一番ポイント高い人が。リゾートね、一人用のやつもあるんだよ。あのエアグライダーだっけな。なんかその辺のやつが確か一人用で、なんか普通にあの遊覧飛行とかするやつ。楽しいよ。あれやってるとね楽しい。あの島でね、いろいろね、あの隠し。あれさ、二人で対戦できてるの。できるやつもある。飛行機のやつ。飛行機のやつ。あの遊覧飛行がマジで島中を駆け巡って。それかスマブラやる、スイッチだったらみんなでやってきるじゃない。まあそうね。コントローラーいっぱいあるし。だからそれこそみんなで戦って勝った人がなんかあるみたいな。でもスマブラはさ、なんかこの間リクエスト来てたからやるんでしょ。うん、やろうと思ってるよ。それか何個かゲームする。スマブラ一つ。で、うん、もう一個他のゲームでみんなでしょ。でもう一個何個ゲームだから 3回戦して多くポイント取った人が勝ちで、もし同点だったらその人たちだけで最後のやつで戦う。ああ、なんか違うゲーム。そう、違うやつだ。もういいかね。でいちいちなんかあるじゃないですか。しょ、食い気味で喋ってる時の部屋はね多分止めらんない。止めろ、そこだけ勝って。貴様演習を増やすなよ。いや、間だったからワンちゃんいけるかなって思ったら挑戦しちゃった。そこで挑戦。狙うなよ。狙うなよ。ちょっとダメだったね。パコさんみたいに一回扉開けてさ、閉めてさ、ペッってしてから戻ってくるようなやつ、ね、普通に聞いたから、あの聞こえたけど。だって俺たち静かになっちゃった。話がさ、そこで盛り上がらないでくる。あ、ちょっと待って、ガタガタ、バラッ、ペッって戻ってくる。音聞こえたって思ってね。まあその時思いっきりカットしたんだけどさ。まあだからその対戦でいいんじゃないですか。対戦形式でしますか。そう、リゾートもそうだし、何か一つねえ、あと11の戦いだったらリゾートボクシングすればいいんだよ。チャンバラし、あとボーリング。じゃあ対決でいいかな。いいかな。対決しましょうか。そうですな。対決レッド。対決レッドです。さあということで1800人記念は対決系でやっていきましょう。やっていきましょうか。まあそこからいろいろまだ決めてないからちょっと固めていきましょうかね。ウィー。じゃあということで今から取る。腰が死ぬぞ。俺また腰持って、俺どうしようかな。パスっていうかアーチェリーやるんだったら俺隠し元しか狙わないから。あーでも知ってる人がいるんだよな。それはダメだな。隠し元ね、いや違う、普通に狙うより隠し元狙う方が難しいよ。それで当たっちゃったらちょっと、うん、当たっちゃったら当たっちゃったらそれは美味しい。シードにするよその場合。その場合あとスマブラの大事にしとね、あのね普通の的がさ5メートルくらいの距離なんですよね、うん、なんか100メートルくらい離れてる。よし、じゃあということでやめましょうかね。そうだな。じゃあ今回のラジオ終了だ。
投稿されるの4月ぐらいには1800人記念のやつが投稿される、うん、4月の1日エプリフルの投稿ということで嘘じゃんとってつもない嘘じゃん祝2000人祝2000人で出そうか祝2000人記念嘘悲しくなってくる4月1日だけあの限定公開で祝2000人かっこ波数切り捨て死者購入死者購入さあということで今回動画はここで終了しましょう。動画じゃねえラジオだ、次回、はい、4月入りまして、100回まで結構近くなってきてまいりました。ラジオ100回記念は1時間スペシャル。そうだね、1時間以上のスペシャルかな。じゃあ3時間ぐらい続けたはず可能性もある。ああきつい。それで言うと食べに行くからね今度は。ああ。どうでもあれなんだけど、どうでしょうって聞こえた。3時間あの聞いてる方が大変だ。そうなんだよね。まあさすがに1時間ぐらいでやってますけど、ね、CJ なら我々3時間とか下手したら普通に喋るから。常駐受けてさ、あの分け100回記念だけはあのじいさんが、じいさんも来れて一緒にご飯食えるようなタイミングで、タイミングで100回を取りたいから4月か3月中に。もしかしたら100回前に取ってないのに100回記念取るかの方だったら先にね、うん、まあこういうのはね大人の事情なんで。さあということで今回はここで終了です。はい、また来週。じゃあミキさんとミキとじいさんと、最近ハコさんがいない。じゃあねー、お疲れ様です。ギクリカラジオとかにナズラジオどうにかしようよ。他どんの飛んねえよ